Kawakami Tomoko no Usagi no Mizukaru no Hakka.初めて一緒に撮ったプリクラが出てきた。振り返ると幸せ度はきっと今よりずっといっぱいだったと思う。その時はその時で悩みもあったんだろうけど、また、しばらく月日が経ったら、今の悩みが小さいことに思えるような、もっと大きな悩みがやってくるのかな。 人生って大変だ。眠い。もう寝よ。寝てる間は、うーんとラブラブの夢が見られますように。神様、お願いします。 本当に。
しくお願いしますね。うさみみリスナーの皆さん、ブリブリトモコをこれからもよろしくね。はい。あ、もうもたん。ということで、トモゾーことかわかみトモコでございますが、皆様、今回いかがでしたでしょうか。ひらひらふりふりぶりぶりともちゃんをやってみようじゃないかということで、まあ恥を忍んでやってみたんです。聞いてたかもしれないし、はあ、すごい結構なんか断るごとに聞いてて、なんかそういう一途な声に憧れる私がいるのね、ルルルって私も乙女心あるじゃんとか思ってたんだけど、はい、はたと気づけばね、気づけば、うん、歌詞の内容とかをよくよく考えてみると、はい、これは過去のその美しい恋のこう幻想を思い出して、あー、あの時の彼はあんなに一途で私を思ってくれたよ、あんなに素晴らしかったじゃないかって、あー、それに比べて今の人は昔の人の歌でも歌うかなみたいなそんな風にも取れるなと思って、あー、え、だからずっと聴いてたのかなとかあれれ思いながら、なんかそんなずっと聴いてた曲なんで、戸惑いを捨てて今走り出そう、少しだけの愛を教えて、傷ついたドアを開け抱きしめて、一人きり見上げてたあの空、今手を伸ばす、どうしようもないことなんてないと思う、壊したくない、
もらえないんだなとか、電話しても電話に河合さんは出ないんだなとか思ったらとっても悲しくて、うん、アリアのみんなも悲しんでて、うん、本当に人がいなくなるってこういうことなんだなっていうのを思いました。はい、ということで、あのね、アリア本当に素敵な作品だったので、また皆さん見返してみてもらったりしたらね、嬉しいです。はい、ということで、河合さんのご冥福をお祈りいたします。うん、はい、なんで私がどうしたものやら、普通のお便りこの後すごく読みづらい感じになっちゃったんですけど、どうしようかな。じゃあ国際会議場のコーナーに行こうかな。はい、ということで皆様からの普通のお便りお待ちしております。